静岡ホビーショー2023、またね、京商ブースの小川さんにお話を聞きたいと思います。はい、小川です。前回、はい、オンロード系のお話を聞いたので、はいはい、今回はオフロード系をちょっとお話聞きたいと思いますので、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。いや、なんか今回再販に加えて、はい、懐かしい車もあるのでね。そうですね、ちょっと順を追って説明をお願いします。はい、はい、じゃあスコーピオンから。そうですね、これはスコーピオン、再販は2014年ですね、はい、オリジナルが多分82年ぐらいだったと思います。はい、いや、僕さっき知ったけど、はい、もう再販からもう10年経ってるという事実にびっくりしました。そうです、もう10年近いですね。あの50周年記念の時にやりますよって一応発表して、はいはいはい、14年なんで、まあでもほぼ10年ですね。いや、時が経つのは早いですね、はい、早いですね、はい、まあ、スコーピオンは僕も持ってて、はいはい、すごい楽しくやってるので、はいはいはい、まあ、この辺はね、銀色のね、あ、そう、ありがとうございます、はい、で、まあ、スコーピオン、はい、ビートル、はい、これも最近玉切れしてるんでね、出てほしいなと思ってるんですけど、はい、そうなんですね、ちょっと皆さんにご迷惑かけちゃって、ロット生産で、はい、なかなかこう毎月毎月作れるというそういうものじゃなくてですね、一度、はい、作って、まあ、供給して、で、また作るタイミングはですね、なかなかやっぱり半年とか1年とかいうサイクルで、はい、ちょっとその間ね、切らして、はい、ちょっとお客さんにはご迷惑かけちゃってるんですけども、いや、でもまあ、これやめてはいないので、はいはい、まだ売ってるということで、もうちょっと時間かかるかもしれないですけど、はい、出るときは出るということで、はいはい、これやっぱボディがかっこいいんでね。ありがとうございます。最近こういう走行会とかイベントが多いので、これはちなみに栗原さん、もう亡くなられた栗原さんっていう方が京商に当時いまして、はい、デザインしてくれたんですけども、はい、ですからこのボディはその栗原さんデザインなんですよね。で、はいはい、彼は京商を辞めた後に、自分でその、デザイン会社を、はい、プロトっていうのをやってまして、でそこでチョロQを生み出した、まあ、生みの親なんですけどね、まあ、ちょっとそのチョロQ感というか雰囲気がありますよね。ですからその時京商も当時ワイルドウィリー、ワイルドじゃない、ミスターウィリーとミスターウィリー、ね、あれはクリアさんのやっぱりチョロQの前身、あれは本当ラジコン版チョロQっていうのがディフォルメだったので、あれチョロQの前だったんですよ。はい、まあ、やっぱちょっとその雰囲気はある、うん、ありますね。そうですね、うまくまとめていただいて、ね、タミヤさんの写実的な感じとはまた違って、うん、そうですね、ちょっとこうカリフォルニアのこう何ですかね、改造してあるですね、ちょっと、はい、コミカルというかコミック調の雰囲気もあって、ね、はいはい、いやービートルかっこいいんで、じゃあ再販待ってます。はい、はい、でこちらがトマホーク。そうですね、いや、これも懐かしい人は多いんじゃないかというね。そうですね、これはですね、今回のヴィンテージシリーズの中で、はい、唯一当時の金型を使っているのがこの、そうなんですか、トマホークボディなんですね。あ、ボディ当時ものまだ残ってて、それ僕は個人的にもらって持ってたんですよ。あ、金型を。そう、へえ、もったいないからそれ持ってて、こんな使うなんて全然思ってもなかったんですけど、はい、あるよってことでまた工場に送って、それで成形してます。まあ、やっぱね、ちょっと今見てもかっこいいんですよね、はい、これね。ありがとうございます。今ちょっとまたリアモーターのバギーブーム来てますけど、はいはい、やっぱ基本なんかこの手の、はいはい、バッハのキャビンが後ろにあってってデザインなので、はい、まあ、これ当時僕が作ったんですけども、イメージはセリカの、はい、FR セリカのライトがこう上向いてる、ああこうなるやつね、この辺のこう落ち方っていうか、まあ、そういうあれが好きで、はいはいはい、そのイメージでね、これちょっと図面描いたんですけどね。そうか、ボディデザインも小川さんがやってたってことですね。そうですよ、これ基本的には全部やってますよ、オンロードも。はい、はい、はい、で、まあ、その後はターボスコーピオン。そうですね、で、これターボスコーピオン、今回、まあ、ホイールベースもちょっと長かったりするんですけども、はい、ちょっとマニアックなところで、はい、このロールバー、これとこれ違うの分かります？ロールバー、あ、曲がってるのとこっち曲がってないですね。ですからこっちは6ミリ、まあ8ミリぐらい、このロールバーが後ろにずれてるんですね。あ、はいはい、だからここの位置がもっと後ろなんですよ。曲がってない分後ろにずれてるんです。だからもっとこうロングノーズで、はい、ちょっとロールケージを後ろに、この横のこのへの字のロールケージを後ろにずらして、あ、全体に後ろに行ってるところなんですね。ちょっとスポーティーに、さらに、あ、
ちょっと細かいとこなんですけどね。はいはいはい、はい、そういうふうにちょっとだけこうまたイメージを変えてっていうか。でターボスコピアはこれタイヤがちょっと現代風に大きくなってる。そうですね、これは 2.2 インチで、はい、あの現代の、まあ、一応最終仕様ということで、はい、コイルベースも長くして、幅も見てください、これだけ違いますからね、これだけ幅が違いますから。あー、だいぶ違いましたね。そうです、そうです。ですからリアもこんな感じで全然こう幅が広いですね。あ、まあ、この辺はあの走行性能を追い求めるとこっち方向に行くよという、まあ、現代バギーに行く流れですよ ね。ちなみにあのスカイホビーさんではなんかターボスコピー未だに最速らしいです。あ、最速ですか。あの現行車よりなんか割と速く走っていただいて、まあ、あの路面がですね、トレーディングアームやっぱり合う合わないんで、はい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 、で当時ふかふかでデコボコのとこだったら第1回は実はイフマの世界選手権の85年の前、84年に、はい、あの別の団体で世界選手権があったんですね、うん、それはあのオフロードっていうか室内の、土を持ったコースだった、はい、ふかふかでデコボコだった、そこではね、スポーツが圧勝してたんですよ。へえ。でも翌年のその、イフマではそのトップドライバー全員アソシが、雇っちゃって、ああスコーピオン使われて、それもいなくて、ああ、まあ、同時に路面もね、85年のその第1回のイフマの世界戦では、はい、とてもあのスコーピオンには非常に厳しい、硬くてツルツルの路面だったんで、どちらにしてもね、戦闘量がなかったんですけども、まあ、そんな歴史がありましたね。へえ。はい。で、スコーピオン、ターボスコーピオンで、はい、次がこれ、ターボオプティマ。まあそうですね、この辺にあの本当はオプティマとかあったんですけど、ね、ジャベリンとかね、はい、はい、これはあのオプティマの最終形で、あ、はい、でまあ、今回なんと、全てがゴールド、あ、ゴールドですね。あ、ターボオプティマはこのゴールド仕様での再販になったんですね。そうなんです、当時あのゴールドシャーシっていうのがオプションで出てたんですけども、はい、それいつ出そうかなっていろいろ考えてて、はい、シャーシセット出してもまあ多分8000円ぐらいすると思うんですけども、はい、それはやっぱりお客さん購入していただいても結局今度シルバーの余っちゃうわけですよね、1台でね、はい、でそれでなんかちょっともったいないなぁなんて思ってる時にもうじゃあターボオプティマに採用しちゃおうということで、ターボオプティマもうゴールドで、ゴールドということで、まあ、これも、はい、まあ、やっぱ京商さんといえばこのゴールドダンパーってものすごい印象があるんで、そうですね、はい、いやー懐かしいですね。で、はい、こちらが今、まあ、はい、抜けてはいますけどオプティマとかジャベリンありつつ、そうですね、まあ、あとオプティマミッドもありつつ、はいはい、これが今再販商品で、はいはい、でこっちになんか懐かしい車がいっぱい、そうですね、いろいろこのアメリカから僕が持ってる、はい、個人的に持ってるものをちょっと送って、今回この当時物をね、はい、ちょっと展示しようっていう話になりまして、じゃあどれから行きましょうかね。どれから行きましょうか。こっちから行きますか。これが先ほど言ったあの85年の世界選手権、あ、ごめん、84年、うん、85年の世界選手権に出た時の、スコーピオン、あ、スコーピオン、トマホークですね。これは小川さんが当時使ってたマシンってことですね。そうです。ただね、その後ちょっと走らせるのに若干の改造っていうかアップデートしちゃったりしてて、はい、若干の改造はあるんですけど、まあまあこのままで、いろいろワンオフで作った部品が、まあ、いろいろ入ってる感じですね。こんな感じで、まあ、サーボとかはちょっと一回変えちゃってるんですけど、当時から、はい、でショックも変えちゃってるんですけど、でもリアのショックは当時もので、あ、そうですね、ランドジャンプ系の短く下の、あ、ね、ランドジャンプにこれついてました。一応ね、これは若干発売したんですね、当時ね。あ、はいはいはい、はい、でこれショックタワーとかみんな自宅で、あ、はい、この辺は完全に当時物がそのまま残ってるって感じ、ね、これ自分で手切りでカットしたやつですけどね。 あとはこんなところもこんなちょっとアイラーガードを前に伸ばしたりとか、はいはいはい、はいはいはい、まあ、あとはスタビライザーをつけたり外したりっていうスタビライザーの、スタビがあったんですね、はい、後ろ今ついてますけど、まあ、実際外してるんですけど、肩から外して、はい、まあ、そういう、まあ、状況に応じてつける、はい、で、まあ、あの試作のボールデフが入ってたりとか、はい、へえ、まあ、この辺開けてみても多分ギアが量産とは違う試作品のギアが
そうですね、削り出しのギアが、ジラコンの削り出しですね、はいはいはい、こんなの当時、これ実際これ走行家で使われてるわけですね、この車。あのね、いや、あのですからね、再販をするのに自分で検証したんです。あのそれをテスト用に使ったんですね。そうです、あの友達がやっぱり小川さん再販してほしいで、トントンランド、トントンランドでやってるんで、はい、ちょっと今度一緒に走らせましょうよなんて言われて、でこれを昔のを引っ張り出してきて、はい、で走るようにしてみんなと走って、あ、まあ現代でもみんなのそういう遊び方だったら十分これはいけるんじゃないかっていうのを そこでこう確認とか、それからスコーピオンの再販に、そうですね、ただね、だいぶ時間かかっちゃったんですけど、はい、その時 HPA に勤めてたんで、さすがに HPA で強小のちょっと作りましょうってならないんで、あのまあ結局 HPA をやめて、その後フリーになった時に強小さんにお話してて、それはもう2014年のスコーピオンにつながっていく感じで、そんな感じですね。もうそれも10年前ですからね。そうですね、はい、早いですね、はい、はい、ありがとうな。じゃあこれが当時もののトマホーク、はい、で次はバーンズ 4WD。 そうですね、これは88年、ちょっとあの、時期があれなんですけど、これは88年に、世界選手権、あのイタリアで行われた時に、はい、使ってた車両なんですけどね。あ、僕正直あまりこの辺80分かってなかったので、うん、これバーンズが小川さんだと思ってなかった。そうです、はい、でまあ自分もあれですけど、まあ現代のバギーの大体これでまあ大元できたかなっていうか、あ、まあ、はい、レイアウトはもう今大体どの車もこんな感じで、そうですね、でこれが出るまでね、いろんなレイアウトあったんですよ、はい、でもやっぱりこれが一番効率よくて、まあこうよく走るっていう、まあまあ燃料タンクの位置はね、まあ行ったり後ろ行ったりするんですけど、はい、基本的なこうエンジンの向きですとか、あのセンターデプとかサスペンション含めて、はい、でこれはあの当時のバーンズよりもホイールベースがこれだけ伸ばしたんですよ。あ、はいはいはい、だから、まあ、これが元で、これを元に、まあ、ターボバーンズがその後カナイに、まあ、引き渡して、まあ、僕が辞めてからターボバーンズ出てるんですよね。あ、はいはいはい、まあ、そのまあいろいろ試作をこれで試してって感じですね。あ、その後はカナイさんが引き継いで長所の 4WD、はいはい、インファノシリーズに繋がっていくってことなんですね、はい、そうですね。おー、ターボがでっかいですね。そうですね、この時はね、うん、トルクが欲しかったんでね、小さくていいモーターが当時なかったんですよね。はいはい、いやありがとうございます、はいはい、でこっちが、あ、オプティマミッドプロとね。そうですね、ちょっと年代が1年戻っちゃうんですけど、はい、これ87年の世界選手権で、使用したシミッド、オプティマミッド、私の車両なんですね。はい、まあ、僕はあのレース、あ、ちなみに88年のバーンズは、はい、僕ね17位だったんです。世界戦で17位だった。そう、あの A 面に残っちゃうと近藤さんのピットとかできないし、あ、まあ、残っても勝てないからね。あ、はい、そこはもう近藤勝則選手のピットにもあるために。でも、まあ、そうです、八木君があの準優勝だったんですよね。はいはい、あ、本当だ。あ、すごかったですよ。120周117周かな、最後あの決勝、はい、3台同時ラップですからね。あ、めっちゃ、マジですか。5回急ピットして、おずっとね3台がね。いや、なかなか81バギーはね結構差ついちゃうことが多いんですけどね。いやいや、もうめちゃくちゃ面白かったね。へえ、いや、いろいろまだまだ秘話がいっぱいありますね、はいはい、これね。そうですね、はい、で、まあ、オプティマミッドは去年再販、ね、はいはい、されてっていう方ですね、はい、それのまあ当時ものの、はい、あ、やっぱまあオプティマといえばこのボルテックスですね。そうですね、これまだ試作の、さんまさんの試作で作って使わせてもらってたやつですね、当時ね。これあの、はい、三浦君はオプティマに乗せるためだけにヤフオクでボルテックス買い当たってました。僕も家見たらなんかね、余分ありましたけどね。いやー、かっこいいな。僕まだ買ってただけでまだ組んでないんで、ね、あ、そうなんですか。ちょっと老後の楽しみまでは言わないけど、ちょっと時間があるときに組もうかなと温存してやります、はいはいはい、まあ、これがオプティマミッドプロトで、はいはい、まあ、オプティマミッドは今多分もう探せば売ってますよ、ね、はいはい、はい、で最後これちょっと今回の目玉ですかね。そうですね、はい、はい、87年のアルティマ JJ なので、これジョエル・ジョンソンさんですね。そうですね、これそのものです。これちょっと僕はあのアメリカで借りてまして、はい、はい、これはジョエル・ジョンソンさんに連絡取ってちょっと送ってよって感じですか。そうですね、あの、まあ、もともと強小 US の方で預かってて、ちょっとあの見たいから、貸してって言って
まあ、今回はあのホビーショーにちょっと飾らせてもらいます。いやこれは多分雑誌でしか見たことがないって人はほとんどだと思うので、はいはい、そうですね、まあ、こんな感じであの、トリニティ製の、まあ、多分 DD グラファイトで、はいはい、の材料を、まあ、加工してあのカーボンのシャーシをそのまま加工して使ってましたね。あとはショックタワーもこれが、トリニティ製かどうかちょっと僕分かってないんですけど、はい、社外のショックタワーになってましたね。この辺は結構ジョエル・ジョンソンさんが自分でいろいろモディファイしてたって感じ。あ、そうですそうです、はいはい。ただこの時、ボールデフも、試作のものが、はい、あの中に入ってると思うんですけど、ね、はい、まあ、当時ピットでは僕がね、まあまああの、手伝って見てあげたりとかはしてましたけどね。はい、いやまあジョエル・ジョンソンさんもまあ伝説のドライバーというか、うん、はいはい、もうすごい当時の超トップドライバーって感じですね。はいはい、ただ彼が優位だったのは当時あんまりジャンプとかなかったんですよね。はい、だから空中でなんか姿勢をなんか制御するとかそういうコースではなかったので。あの彼ほとんどオフロードの経験なかったんですよね、はい、だけど彼曰くあの予選であのクリスモア選手が予選でトップを取ったと、はいはい、本人は俺は絶対あいつに勝てるというそういう話をしましたね。あ、そこはいろいろこう、まあ、あの関係性とかねいろいろあるんですね。あというか、まあ、彼からしたらいや相性は負けるわけねえと、いやそういう感じだったんじゃないかなと。ある程度自分の中で順位付けがあったんですよ。そうそうそう、別に仲悪いとかそういうのなんかそういう感じ、あいつには勝てるだろうくらいの感じが、そうそうそう、ということでちゃんと入賞して、はい、世界選手権優勝ということで。ただねオフロードなんで、まあ、転んだりしてなんかいろいろハプニングがあったんですけどね、はい、まあ、最終的に、集中力を切らさず最後まで走って、いやちょっとこれじゃあ土日見える方はこれをね、はい、生で見れるということで、はいはい、いやノバックの受信機とか僕これは知らないです、こんなでっかいのがあったのは、うんうん、でやっぱウエイトはコインなんですね。そうですね、これあのポンドってあのイギリスのお金なんですよね、はい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 、で車検でやっぱりギリギリの多分重さだったので、あの車検に合わせ車検の規定に合わせて、コインをね積んだんじゃないかなと思うんですけどね、はい、ボディはトマホークですね。これトマホークなんですか。はい、そうです、いややっぱトリニティって憧れてましたね僕ね、はいはい、かっこいいですよね。はい、というわけで今回はこれは終わったらまたジョエル・ジョンソンさんに返すんですね。そうですね、アメリカに帰る。あ、はい、はい、じゃあ非常にレアなマシンがホビショー会場とか見えるということで、はいはい、ありがとうございました、はい、いやちょっと僕やっぱ昔話好きなんで、はいはい、こういう話聞けるのが楽しいんで、はいはい、またちょっと来年かまた別のイベントで、はい、そうですね、またお話聞ければと思いますんで、はいはいはい、じゃあ本日は京商のヴィンテージシリーズ手掛けてる小川さんに、はい、オフロードシリーズのちょっと歴史振り返りをやってもらいましたんで、はいはい、じゃあちょっとホビショー来られる方はぜひこれ楽しんでほしいと思って、はいはい、はい、日曜日はちょっといないんですけども、はい、土曜日一般公開の土曜日は僕この京商ブースにいますので土曜日は見えるということでね、はい、わかりました、はい、じゃあ本日は小川さんありがとうございました、はい、ありがとうございます、またお願いします、はい。